学問の暴力という球団が我々に向けられる時遺骨返還運動と日本文化人類学1890年代初期ドイツの生物学者リチャード・セモンはオーストラリア・クイーンズランド州北部への調査旅行の中で先住民と警察文献隊との衝突で犠牲になったアボリジニーの人骨が 収集でできるのではないかと考えます彼は驚いたことにその著作の中に記しクックタウンの住民からは白骨化させるために物資の中に遺体がそのまま放置されていることを告げられます。セモンは続けて記します。私という人間性は丁調に埋葬するためにこれらの人骨を入手するわけではなかった。それはそれとは反対にこの哀れな 犠牲者の人骨を科学的な目的のために確保したいという熱い願望があったオーストラリア人の頭蓋骨の一連の人類学的研究のためにはかなり興味深いものだったからだそれから20年後の1910年11月ケンブリッジの生物学者エリオット・グラント・ワトソンは人類学者のアルフレッド・ラドクリフ・ブラウンと ジャーナリストで福祉ワーカーでかつアボリジニー研究を独学で身につけた人類学者のデイズィ・ベイツとともに西オーストラリアのベルニエ島に滞在しています。そこでグラント・ワトソンは母親と兄弟に手紙を書き次のように記しています。あと数夜過ごした後にラトグリフ・ブラウンと私は墓掘りに出かけます。これは秘密だよ。 俺たちはシャベりを持って死んだニガーの女を掘り起こして箱に詰めて運びます。誰にもこのことは言いませんし、ベーツ夫人も夫人は何も知りません。リチャード・セイモンの時代はちょうど小金井義雄がアイヌ人墳墓から現在分かっているだけで166体の頭蓋骨と副葬品を持ち帰った頃です。またグララランンント・ワトワソンとラドクリフ・ブラウンの ベルニエ島での統骨を行った頃は韓国併合直後の翌年に鳥居隆三が身体計測を含む朝鮮半島調査に着手する時期でもありますくしくもフランス・ボアズの「未開人の心」の出版が初版が出版されていますボアズは出版の10年前1901年同じタイトルの論文の中でどの民族であれ未開人と 文明人を比較した場合、精神的な体質の根本的な違いを推測させるような解剖学的な違いは見られないとしながらも、その前の文章では、多くの解剖学的事実がアフリカ、オーストラリア、メラネシアの人種はアジア、アメリカをヨーロッパの人種よりもある程度劣っているという結論を示していると述べています。 先住民の劣等性を身体的証拠から証明しようとしたり、植民国家の同化政策の中で消失する文化や習慣を消失する以前に収集していこうと精を出す学問的情熱が存在したことは明白です。これを正当化する研究者の論理は、先住民の当事者にはその能力はないが、科学的なトレーニングを受けた研究者にはその資格があるという学問的自負です。 ライアード・キプリングの白人の責務に似てそれは高マイナ精神でありながら同時に研究対象になる人へのパターナリズムからなる植民地主義の研究者のエイトスを独特に形作るものです他方でその資料収集の現場では騙しや隠蔽を含む後ろめたいものもあるようです 当時から現在まで多くの証言記録によると人骨の発掘あるいはより明確に言うと洞窟や墓墓に携わった人類学者たちは時に躊躇し時に危機として時に隠密的に時に墓墓におののきながら雇用される現地の人や先住民を知った激励しながら最終に邁進しています言い方を変えると人,骨人類学の人骨収集において 道徳的にアンビバレントな感情を完全に持たなかった人はむしろ少数派のように思われます。それにもかかわらず人類学者は現地の協力者と自分を鼓舞しその行為を正当化するのは学問への進歩への寄与や未知の人種科学としての人類学的知識の解明であるように思われます。冒頭の生物学者リチャード・セモンや ラッドクリフ・ブラウンと共に墓堀に出かけたグラント・ワトソンらの語りはそのねじれた気持ちを如実に表しています。これまでの先住民研究が植民地主義の文脈で発達し現在まで大学や博物館の情報キュレーションの中で維持されてきてそしてなおかつ現在においても私たちはその遺産の中で学術生産をしていることは日を見るよりも明らかです。これを人類学的性 研究におけける歴史かからのとと名付けてもよいかと思い思ますこれに対して植民地体制は克服され民主的にかつ多文化強制的に是正されていると一種の歴史修正的に居直ることも可能です。にもかかわらずこのような研究者は歴史からの負債に関しても無知でもまた知らないがごときに顔にすることには セモンやグラント・ワトソン同様、道徳的躊躇もあるようです。それらの回復方法は、政治的にセンシティブな研究テーマや、民族には近寄らない、またそのようなことを避けて発言する、あるいはそれらよりももっと高級すべき立派なテーマがあり、私はそれを行うのであり、避けているのではないと言い訳することです。国連の先住の民の権利に、 関する国際連合宣言では、先住民、あるいは先住民族の定義をその宣言の中では行っていません。定義をせずに、先住民性ゆえに、被差別の被害や不利益に被った人と明示していますが、私がアイヌや琉球の先住民性について話すと、そのことの議論に加わろうとせず、歴史的時間の尺度を変えれば、 我々日本人も先住民族ではないかと言い訳されてしまいます。しかしながら意識しようがしまいが私たちが先住民との関係の中で歴史からの道徳的負債を感じていない限りそのような回避や否認を人類文化人類学的に正当化することはできません。テッサー・モリス・スズキはこの精神的負債の概念を連類・ 意インプリケーションという言葉で的確に表現していますオーストラリアの移民である彼女は先住民アボリジニへの過去の集奪や虐殺と彼女自身の関係を罪の関係ではなく連類インプリケーションであると結論づけましたつまり過去の不正義に対しての責任がオーストラリアに住む自分自身にあると主張します それは法律用語である自後共犯の現実を認知するという意味があるそうです。彼女による連類の感覚を以下の文章は的確に表しているので引用します。私は直接に大地を収奪しなかったかもしれないが、その盗まれた土地に住む。私は虐殺を実際に行わなかったかもしれないが、 虐殺をの記録を抹殺するプロセスに関与する。私は他者を迫害しなかったかもしれないが、正当な対応がなされていない過去の迫害によって受益した社会に生きている。また、責任と連類の関係を次のように言います。責任は私たちが作った。しかし、連類は私たちを作った。 つまり、連類は私たちの未来における社会関係性を形作ることを命令する、要請する命令語法であるということです。これまでの分科会、報告者の論者たちは、遺骨変換運動の原因を作ってきた人類学者の行情とその倫理的問題点やそれを生み出してきた、 学術的的社会的背景についてて指摘ししきましたどのような来歴が理由であれ研究室に持ち込まれた先住民の頭蓋骨は研究されレプリカが作られ人類進化を知る貴重な手がかりとして博物館に展示されてきましたそして先住民の権利について熱心な支持者ですら返還に対して消極的な態度を示してきましたオーストラリアの考古学者デレック・ジョン・ マルバニーは親族が分かっている返還対象を除けば自分たちの祖先の来歴を知りたい将来の先住民の考古学者のためにアボリジニーの骨が研究機関に保存されることを望んでいたと言います実際きちんとした倫理的手続きが踏まれれば研究機関に保管されたままでも良いと考える先住民コミュニティがあるのも事実ですそれでは研究倫理要項が作られればよいのか というとそううそではありません研究倫理要項は先住民遺骨を研究対象から外すという規定ではなく研究を行うことを前提にした研究の倫理方針を定めたものにすぎませんアイヌ人骨の収奪についてネグレクトしアイヌ民族を私たちの同胞と見ることなく異類の他者としてその 客観的な表彰としてのみ扱ってきた学問の姿勢を哲学者の植木哲也は学問の暴力と呼びそれを厳しく糾弾していますそして植木は過去の歴史を反省し学問を倫理的にノーマライズさせるべきであると主張しています私たちの信じている学問が暴力的であると示談されて冷静である 学会員日本文化人類学会員はおられるでしょうかでは、えー、文化人類学は、えー、直接手を下したわけではないために無垢であると言えるでしょうかあるいは人骨や服装品あるいは考古学的遺物を扱わないから、えー、過去の自然人類学者が犯した倫理上の貸しないしは違反に。 対しして面積を主張でできるでしょうかいいえ冒頭に挙げたように文化人類学社会人類学の黎明期から自然人類学とは深い我々は深い関係を持っています他人事ではなく我々の親族同胞に関わることなのです最後に私自身が抱える倫理的ジレンマに触れてこの発表を終わることにします実は私には遺骨を民族の霊が 休む場所に戻してあげることを尊重するために先住民のみならずそれに苦しむすべての人たちに対して何らかの貢献を行いたいという気持ちがあります他方自分の親族の遺骨ですらひどく既存されない限りは、えー、どうなっても構わないむしろ研究に役立つのが自由に使っても構わないという有物論者というもう一つの私が共存しています 私にはこの2つの異なる気持ちの同士の内なる対話が必要です。それは私の外側にある社会の間でのディスコミュニケーションの解消につながるような外なる対話との連累を感じます。つまり、社会問題の解決とその処方箋が私の心の葛藤を癒す。あるいは心の葛藤を作り上げる。そのためにも、 日本の文化人類学が長い歴史の中で引き受けてきた歴史からの負債、歴史からの道徳的負債、伝累とこれからもなお対話し、これからの未来を切り開いていく必要があるようです。えー、私は大阪大学の高デザインセンターの池田でした。えー、本発表のタイトルは、 学問の暴力という球団が我々に向けられるとき、遺骨返還運動と日本文化人類学というタイトルで発表を行わせていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。